じゃあ、録音も開始していきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。マイク確認しましょう。はい、あ、です、です、マイクです。はい、OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ、いきますね。はい。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキさんのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、先週はちょっと私が引っ越しでドッタバッタドッタバッタ一人でやってましたんで、ちょっと先週はお休みさせていただいたんですが。お疲れ様でした。まあ、なんせね、引っ越し前日に、旦那の陸海空さんが、誤嚥性肺炎で、そう、入院しちゃったもんで。誤嚥性だったんですね。そう、誤嚥性肺炎だったんですよ。だからもう一人でも荷造りやら手続きやらなんだかんだと一人でもドタバタしておりました。お疲れ様でございます。やっと落ち着いたって感じですけどね。では番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいねということで、今週の一曲に行きたいと思います。はい、お願いします。先週かけようと思ったんですが、この曲にいたしました。はい、ドリームズカムトゥルーで晴れたらいいねです。どうぞ。昨日はたらふくお酒を飲んじゃって。いいなぁ。いいなぁ。私も飲みたいわ。私も飲みたいわ。せいぜい飲んでも缶1、2本だからな、最近。昨日僕はビールジョッキ1杯目、はい、2杯目ハイボール。うわ。で、そこからちょっと空いてお店変わって、モヒーと、おお。で、シークアサーのカクテル。結構ちゃんぽんだね。はい。で、ハイボール。わお。が2つ続けて。はい。で、テキーラショット2杯。おー、テキーラ1個。で、次のお店行って、ハイボールだったかな？ハイボール飲んでウーロンハイでしたね。おお、結構飲んでるね。あ、ハイボールじゃない、レモンサワーだ。レモンサワー。はい。っていうことで結構飲みました。ビッグマンスーパーひとしくんってなんだ。でもこれだけ飲んだんですけど、うんうん、全然酔ってなかったです。やば。だからもう今日も午前中起きた時に、あ、もう全然今日はいけるなっていう感じ。へぇー。二日酔いも何もなかったですね。すごっ。私こんなに乗った、あ、翌日腹壊す。お腹も壊しますね。冷たいのばっかりだ。今日はまだ来てないですね。あー、なるほど。後から多分お腹痛くなってきたらちょっとやばいかもしれない。あ
水分ばっかり取ってるんで。いや、お酒は水分に入らないんだよ。まあそうですけどね。逆に水分奪いますからね。うん。水分奪っちゃうのよ。あー、カープボーイさん、昨日は別に等しいと一緒だったわけじゃないんですよ。昨日は、あの、カイリ君なんかのトークライブ見るために。お、沖縄大好きさん、ありがとう。はい、じゃあ、まもなく曲が終わります。はい。マイクあげますね。はい。お聴きいただいたのは、ドリームズカムトゥルーで、晴れたらいいね、でした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、ゴールデンウィークどうしてる？です。あの、世の中、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、皆様ゴールデンウィークどうしてるのかなっていうことで、今回はこのテーマにいたしました。羨ましいですね。ゴールデンウィーク羨ましいよ。いいな。キャスの方が来てますので、早速紹介したいと思います。高坊さん、こんばんは。こんばんは。サッカーの試合後見てます。って来ております。カープボーイさん、サッチーさん、ケンさんじゃない、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。ワン！今日は変な天気ですね。雨降ったり、太陽だったり、雷になったり。金曜日には、天国で？どういうこと？陸海空さんが、あ、花天でってことかな？陸海空さんが退院してきたよって、大変だったって言ってましたねって来てますね。武蔵さん、サッチーさん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、シャーイ。こんばんは、シャーイ。ラジオ収録&ツイキャス生配信お疲れ様ですと来ております。高場さん、お大事になさってください。あ、私のあの旦那のことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。高場さん、山へ行こう、次の日曜、ごめん、用事があるんよ、って。沖縄大好きさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。ウェイ、新人パーソナリティの沖縄大好きです。ラジオを聞いてる皆さん、初回の放送を聞いてくれてありがとう。初回を聞いてもらっているので、挨拶できてますね。ほう。そう、なんか沖縄大好きさん、5月からパーソナリティとしてやるって、はい、私も、あの、DM で来てたので、おーと思って、びっくりしましたね。楽しみですね。確か深夜枠でしたね。深夜枠でしたね。そうそうそう。土曜日の25時になるみたいですね。おー、私起きてるかな。私起きてるかな。沖縄大好きさん、ちなみにやろうとしていたテーマのシーミーあるあるというと、人が多い、食べ物豪華、そして美味しい。あ、そうそうそう。本当はね、あの、先週、シーミーあるあるでお届けしようと思ったんですが、私のこのまさかの引っ越しドタバタ劇がすごいとは思わず、急遽お休みいたしました。まさしさん、サッチーさん、キャンさん、ネットフィリックス加入して、先週配信したばかりのシティハンターの実写版拝見したけど、期待した以上の出来で、とても面白く、アクションがすごかったのでおすすめですよーって来てますね。私、ネットフィリックスやってたんだよな、一時期。けど、最近見てないです。僕は実は配信されてすぐ見ました。おー。めっちゃ良かったです。ほう。高坊さん、サッチーさんと同じ断捨離ウィークです。あ、高坊さんも断捨離してるんですね。あ、そうですよ。高坊さんも戻るよって書いてありますからね。あ、そうだね。戻るよって書かれてる。本当だ。カープボーイさん、ゴールデンウィークはお家で、ナイツの高速道路の渋滞見て、るって書かれてます。ナイチのですかね。ナイチのかな？はい。おー、
でも、あの渋滞はすごいですからね。うん。何十キロ、40キロとか、なんか行くとか、なんとか、かんとか、行ってましたか。では、メールの方に行きたいと思います。お願いします。ラジオネーム、うどん県大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前半日曜日は、配信アプリで知ったサックス奏者の香川ライブに、を見に行きました。サックスの演奏を生で見たのは初めてです。ライブではキャンドルの明かりとともに演奏する、演出もありました、と来ております。すごいですね。キャンドル。あ、なんか最近ありましたね、沖縄市で。あ、キャンドルナイト。そうそうそう。三里公園で最近ありました。ああ、三里公園毎年やってますね。やってますね。あれ見に行こうと思ったんですけど、疲れ果てて無理でした。なんか、琉球国祭り大根も出てるっていうので、ちょっと見に行きたかったんですけど、さすがに、と思ったので、やめました、行くの。次のメールに行きたいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、5月から FM ギノワンのパーソナリティとして番組をスタートさせました。沖縄大好きです。おめでとうございます。おめでとうございます。テーマ、ゴールデンウィークどうしてる？ゴールデンウィーク、今日放送の気まぐれラジオの、前の日、いや、正確にはもっと前の時間に、僕、沖縄大好きの番組、沖縄大好きの、大好きを叫ぼうの放送でした。ということで、初回放送を聞いてくださった皆さんありがとうございました。次は9日木曜日に収録する予定ですので、ぜひメッセージをお待ちしてます。来てます。と、すでに初回の放送を聞いているという体でメッセージしました。ゴールデンウィークは幸い仕事も休みなので、収録の日の時点では、まだ放送されてませんが、自分の、番組完成を楽しみに聞きたいと思いますと来てますね。そっか、この番組が日曜日放送だから、そう。その、もう皆さん聞いてますよねっていうメッセージなんですね。そう、聞いてる体で、もうすでにメールを来てるということですね。なるほど。なるほど、なるほど。よくご存知で。よくご存知で。よくご存知で。キャスの方で、カープボーイさん、キャンドルナイトがガラスのピアノに弾けるジム、お前、俺の腕の中で踊る。どういうこった多分何かの歌詞でしょうね。何の歌詞だろう。夢の中踊る。夢の中踊る？沖縄大好きさん、自分の番組、ですし、その前に FM 技能のリスナーですからって。確かにそうですよね。ナイスでーす。ナイスでーす。次のメールに行きたいと思います。お願いします。サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。ティンクルちゃんです。超久しぶりですね。お久しぶりです。久しぶりにメールを送らさせていただきます。テーマ、ゴールデンウィーク何してる？ゴールデンウィークは、土曜、日曜以外仕事で疲れてます。ラジオ聞いたり、テレビ見たり、家の手伝いをしたりしてます。普段から変わらないので、過ごしやすいです、と来ております。いいですね。普段と変わらないのが一番ですよね。そうですね。うん。ちなみに、キャンさんはゴールデンウィーク、どうですか？僕は、ゴールデンウィーク、ほぼほぼ仕事です。私もそうです。今までの仕事もほぼ仕事です。あら、そんなの。はい。ということで、ゴールデンウィーク羨ましいなっていつもテレビで見ている感じですね。いいですよね。本当に。はい、最大10連休でしたっけ、はい、今年。はい、あそういう長い休、休みもらってみたい。10連休あったら何します？10連休やったら、それこそ、旅行行ったりとかしてみたいですよね。ですね。でも、まあ、それも楽しそうですけど、まあ、溜まってる課題とかいろいろあるんで。ああ、それをこなすみたいな。はい。庭掃除だったり、
なんか家の手入れとか、あ、まあ、自分の部屋の片付けとか、はい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 、ちょっと追いついてない勉強とか、おー、いろいろやることが山積みで、おー、なかなか、はい、やることいっぱいあります。私10連休あったらとりあえず片付ける。まあそうですよね、うん、やっぱまずはそこから、ね、そこからまだ引っ越してまだ2週間、オンエアの時にはもう2週間経ってるかぐらいなので、まだ家の掃除があまり進んでいないというか、ちょっと僕家のパソコンスペースが壊れちゃったので、あら、それを一回修復しないとなって思ってるんです。はいはいはい、なるほど。アームでこうディスプレイやって2つの2台のパソコンからそれに移せるように組んでたんですけど、お、うんうん、重すぎて、あ、いや、棚が歪んできたんです。あ、いやー落ちる。なんてことで一回バラバラにして、うんうん、今バラバラにしたまんまなんですよね。それをじゃあ組み立てなきゃいけない。組み立てなきゃ、で補強をしてちょっと崩れないようにした状態で組み立てないといけないので、はいはい、あら、また大変だ。はい、カープボイさん、そういえば今日神様になれなかったが、あ、あれですね、あの花花天国、某局の花花天国で神様になれなかったということですね。私もそうですよ。私もそうですよ。あの、祝日紙フリーなので、なんていう、あの、その日に送った人は、あの、神様として崇められるという。そういうのを設けてるので、ROK さんの方で。なので、私もメール送ったんですけど、途中寝落ちしちゃって、聞いてなかったっていうのもあるんですけど、実際多分慣れなかったんじゃないかな。カープボーイさんでも名前出てなかったかな、出てたような気がするけどな。神様になってみたいですね。なってみたいね、本当にね。神様になって行ってみたいです。キャン・カズマサが命じる。そこお前らは我に従い。なんか命令してる。命令してる。命令してる。多分大好きさんあたりが分かりそうですけど、元ネタあたり。私、そうだな。もし、この、引っ越しの、なんだかんだがない10連休を過ごすとすれば。はい。ドライブ行くかな、とりあえず。遠出。うん。遠出したいです。いいですね。遠出。遠出して、いろいろ買い物して、って感じ。かな。もう、今も、ちょうどど真ん中に住んだので、北にも行けるし、南にも行けるし。うん、うん、そうなんですよね。場所的に。そう。どっちに行っても楽しいところですか、ね。そう。場所的にもいい場所に引っ越しをしてきたので。はい、だから、行けるとすれば、今回はあれかな。南に住んでたので、北に行きたいかな。意外とおすすめ。海中道路行きやすいので。あ、確かに。最近行こうかなと思ってたんだな、はい。あの辺いいですよ。あの辺いいね。今の場所からはアクセスしやすいですよ。確かに。渋滞も気にしないでいいんで。確かに。言えてる。あ、カープボーイさんが、ゴールデンウィークにティーサージの公開放送行きたいけど、あれ絶対で混雑してるから諦めるんだよって書かれてますね。そう、あの、ゴールデンウィーク公開放送もあるので、でも家島っていうね。私、家島は小学校6年生の修学旅行で行ったっきり行ったことないなぁ。でもあれなんですよ。この、戸口明菜さんって方が、面白い方がいて、その方と DM っていうか、Facebook で繋がってるんですよ。で、誕生日、旦那と同じ誕生日なので。へぇー。ゴーヤーの日に。ゴーヤーの日に。誕生日なので、メッセンジャーでおめでとうって。結構仲がいいので、お母さんも、私のお母さんも知ってるんですよ、アッキーナさんのこと。はい。なので、お母さん元気とか、たまに交流があるので、たまには行きたいと思うんだけどね、家島にも。いや、いいですね。本当に。エッカープボーイさん、小学校の時の修学旅行、僕たちの一つ上の世代が何かやらかして、家島が、行けなくなった。僕たちの時だから一回も行ったことない。そんなことない。なんかやらかしたって何をやらかしたんだろう。途中でなんかやっちゃいけないことやったんですかね。やったのかな。そういうことあるんだ。家島行けなくなったって。
そういえば、カープボーイさん、三振のあれはどうなったのかな？どうなったのかな？私、聞いてないんだけど、最近。そういえば。はい。続報気になりますね。気になりますね。続報。いつって言ってたっけ？そういえば。なんか言ってましたもんね。先々週あたりに私。はい、ちょっと続報が聞きたいな、カープボーイさん。あれですね、旦那の陸海空さん、意外に家好きみたいで、お家好きみたいで、入院して3日ぐらい経ったぐらいに、はい、もうお家帰るの一点張りだったそうですよ。いやいやいやって感じで、こっちはこっちでね、引っ越ししてるしね、みたいな。まあ、本人聞いてたら悪いなって思うんですけど、誤飲性肺炎で入院して、お家帰りたいってすごいです。もうおじいちゃんじゃないですか。あ、いや、おじいちゃん扱いされている。だから結構、この看護師さんとかに、はい、手間かけたみたいですよ。お家帰るだ、外行きたいだで、結構すごいことになってたみたいですよ。あらまあ。三日行くさん、まだちょっと落ち着いてくださいね、とかって言われてた、ね。多分そうだと思います。まだダメですよ。ちょっと、お家にすぐ帰れますからね、今のうち直しときましょうね。私も電話して、私が迎えに来るまで待っててねって言って、二日間ぐらい行かないという。まあ今の看護師さんって多分こうやって優しいんでしょうね。うん、優しいと思いますよ。僕幼稚園の時に入院してた看護師長さんはいつも、じじい、じじい、怖い怖い。ジジイ何やってるか。ジジイ扱い、はい、怖いけど、必ず毎週火曜日、あ、毎週に月曜日の夜8時に水戸黄門見ながらお茶するのが日課だったんで、ああ、おじいちゃんおばあちゃんに混ざっていつお金、はい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 、ウケる。エッカートボーイさん、5月の25か26か27なんだけど、まだ覚えてないから先生に怒られてる、やばい、危険が危ない。難しい。待って、25か26か27ってどっちって。それをちょっとちゃんとやらないとやばくないですか、カープボーイさん。頑張ってください。とりあえず、頑張って合格することを祈っております。今、最後の追い込み時期ですね。そうですね。私、追い込み、今回書けなかったんだよな、介護福祉士。全部インスタとか見てたんですよ。インスタとかで見ててやってたので、かなり追い込み書けなかったですね。意外と、あれですよね、追い込む時期も必要なんですけど、うんうん、ある程度追い込んだら今度は逆に話した方が、まあ、できるとかってありますか？ありますね。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、母の日何あげるです。まあ何あげるという何をするにするの方が手っ取り早いかなとは思ったんですけど。はい。なんせ5月12日、来週の日曜日は母の日になっているので、はい、ちょうどいいかなと。まあ皆さんあげた手で私は話しますが。沖縄大好きさん、来週のテーマ。母の日何あげる？そうです。母の日ね。もうお母さん今、あれなんだよな。施設にいるからな。物をあげた方がいいのか、それとも、連れて行った方がいいのかっていう迷いどころもありますがね、私の場合。うちもなんか、今欲しそうなものがないんですよね。欲しそうなものがない。はい。それ一番困ったもんだね。そうなんですよ。ちょっと困ったな。私も私で困るけど、あ、でも、まあまあにもあげなきゃなって思うんだよね。今回ちょっとお世話になりすぎてるので。まあまあ何欲しいだろう。まあまあ、難しいな。悩みどころですね。っていうか、5月12日。はい。僕の誕生日なんで、母の日のプレゼントしてもお互いに気まずいだけです、ね。おーマジかー俺の誕生日ないのってなる。逆に？
逆にそこか。あげたところでなかったら、あれ、ないの？ああ、逆にちょうだいよ、みたいな感じ。え、赤い字デビルの和子さんは、花束より札束ちょうだいっていつも言ってるよねって来てますね。ああ、確かになんかそういうのはよく聞きますね。500円札だったら、札束作れるのにな。もうないですからね、500円札って。ないですからね。うん、あと、どのぐらいですか？残り1分で。1分、ちょうど1分か。あ、やばい、鼻水が急に。急に鼻水が。なんか、そうだな、うちお母さん。でもばあちゃんにもあげたような気もするし。まあ、でも、やばいやばいやばい。これ来週のテーマですよ。まあまあ。出しちゃいますよ。出しちゃ、出さないですけど。出さないですけど。いや、何あげようかなと思っても、すでに。まあ来週、まあ、オンエアでは来週なので、はい、ちょっと気長に考えながら行きましょうかね。そうですよ。気軽に考えていきましょう。はい。では、そろそろお時間ですか？はい。はい。ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。メガネが買いたい。新しいメガネを新調したい。これは数年前にやってあげたんですよね。ああ、そうなんだ。メガネの新調？妹と出し合って、変光レンズの、変光じゃない、超光レンズのメガネにしてあげて。うんうんうん、おお。だから、外に出たら真っ黒になるんです。あははは。は。なんかオンデイズかそんなのなかったですね。そうです、オンデイズの。だから、ちょっとうちの母、柄悪いです。柄が悪い。柄悪いです。外に出た瞬間に真っ黒になる。でも、しょっちゅう眩しい眩しい言ってるんで、うんうん、もうやらせた方がいいなと思って。あ、まあ、確かにね。運転する時とか心配なんで。うんうんうん。言えてる。で、サングラスを絶対しないので、どっちか作ったところで。あ、そうなの？何回かやってたんですけど、あんま使ってる感じがなかったんで。あ、じゃあ、その方が楽だね。調光の方がいいだろうな。そうだね。他で買っても、俺たちが出すから作って。あー、なるほど。とって、うちの旦那は寝てるか。今日は一回も、来てなかった。コメントなかった。コメントなかったけど。寝てるかな。今はもう、早く回復に努めてください。もう、勘弁してくれさい。もう入院するのは私も疲れてくるから。おじちゃん使いしてごめんね。一回空さん。でも本人めっちゃなんか体力は落ちてる割にあれなんだよな。元気ではあるんだよな。だからなおさら帰りたいっていうのはあるかもしれんけど。はぁ、さすがに。なんせ向こう、富城の病院に入院してたんで、木曜日の時点で入院したんですよ。木曜日、いや、金曜日か。金曜日の時点で入院したんで、もう、その日の夜帰って、夜10時半ぐらいに落ち着いて、2時まで作業して、寝て、5時に起きて作業してっていう、その日はもう、すごかったです。3時間だけしか睡眠とってない。お疲れ様でした。でも、まだ Wi-Fi の住所変更がまだ残ってるんだよ。Wi-Fi は早くしないと。ギガが、まあ、今、ギガ使い放題だからいいんだけど。とはいえ、月変わるんで、月変わる前にいろいろやっておいた方がいいかもしれない。うんうんうん。あ、沖縄大好きさん、ナイス、心地いいで来てますね。ありがとうございます。あざーす。あざーす、あざーす。ああ、マジで飲みに来て。飲みに来て。落ち着いたら行きましょう。行きましょう、マジで。ご近所さんなんで。ご近所さんだから。いろいろ美味しいお味噌をご紹介しますんで。了解、了解。えへへ、俺のところにもメール待ってるで、待ってますで。あ、そっか。沖縄大好きさんの X あったね、そういえば。ではまた来週。